必死こいてね、久々にこのコンパウンド棒を作ってきたんだけど、奴ら恐れをなしたのかね、どっか行っちゃったわ。クラフトに時間かかりすぎてもう飽きてどっか行っちゃったみたい。まあそれはそれで安全だったからいいんだけど、まあね、そのうちおそらく出てくるので、こいつはひとまずしまっておきましょうか。こっちの方に棚作ったからな。いやー、絶対奴らまた来るからな。ここほんと安全保護管理局みたいなところだからさ、この鳥小屋ね。ここでね、ほんと恐竜たちの安全を監視してるから、何か異常があったらもうここからエマージェンシーですよ、我々が出動していくと。まあちょっと平和をね、守っていきたいよ。ここにさらにツリープラットフォームサドルじゃねえや、ツリープラットフォーム、よしよしよし、これで地続きのこの木のプラットフォームも作れたわけだ。で、ここに置いておくとさ、徒歩で移動ができるんだよね、こういう感じで。よしよし、じゃあここをちょっと壁作っていこうかな。いいね、楽しいんだわこれが、またこういうの作っていくのがね。あえてこの下から作っていくかな。そうね、そうだな、あえて下から作っていこう。で、ここにまあこんな感じで設置をしていくか。いびつだけどね、すごいいびつな感じだけど、あ、ミスった。いびつな感じだけど、それが逆に味になるんじゃなかろうかという作戦ですわ、これ。どう？ちょっとした味になるんじゃない？これ。デコボコでも。上空から見てみないとわかんないか。あ、またミスった。まあいいか。これすらも一つの味というやつよ。またミスった。ミスりすぎだろ。よしよし。どう？このボコボコ加減どんな感じだろうな。もうちょい伸ばすか、これ。壁としてね。よしよし。まあまあね、悪くないんじゃないかな。守ってる感あるもんね、このツリープラットフォームを。ツリープラットフォームを守る壁として、なかなかいい感じな見た目になってる。機能性もなかなかいいと思う。ただもう少し高さ欲しいな。あと2段ぐらいこれ、高めてなんぼだな。壁ってのは高ければ高いほどいいとも言うし、進撃の巨人みたいな感じで、恐ろしい奴らが攻めてこないとも限らんからな。よし、眩しい。眩しい。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。でっかいもん持ってきたんだけど、これあまりにもでかすぎやしねえか。大丈夫か？大丈夫か？あ、まあいいか。なんとかなるかこれ。明らかにこのツリープラットフォームに設置するにはでかすぎる感が否めんのだが、まあいいか。こんな感じで設置するか。まあいいか。ほいと、まあいいでしょう。いいいい。思ったよりちょっと浮いてるけどな。ちょっと浮いてるけど、いいんじゃないかな。まあこれに関してはこの辺かな。やっぱこのぐらいのサイズがベストっちゃベストだな。よし、こうしようかな。オッケー。で、ここにまたちょっと壁を張っていくかな。さーて、2段目のツリープラットフォームもね、なんとか居住可能な空間にまではなりました。で、なんでここに作ったかっていうと、最初の方も言ったと思うんだけど、徒歩でね、この下にアクセスすることができるという、このメリットを生かしきるためですな。さあ建築していくか。クマもいるな。いいな、やっぱこの辺だらけだな、これ生き物だらけ。あとなんだ、この子、あ、これブロントか。ブロントとあの子、そう、ディプロドックスだ。ディプロドックス、あの子なんかテームすると面白いって話も聞くからテームしてみたいんだよな。で、あとこの下にさらにアクセスしやすくなるようにしていきたいな。斜めの土台ちょっと作っていきたいな、この辺。
というわけで作りました足場です。大変だったこれ、もう本当にもう二度と作らんもう二度と作らんっていうレベルで大変だった今回は。なんていうかね、見た目そんなこんなもんみたいな感じに見えると思うんだけど、このさ高さのある建築ってね、想像以上にね大変なんだよね。作ったり直したり戻ったり考えたりで、あまりにももたついちゃったから、今回制作過程は全カットです。ほんと高速建築もできなかったからね、作ったり壊したりとかだったからいやーでもよかった、作れてよかった。ここまで来て作れなかったらもうどうしようかと思ったからね。いや、おかげさまで非常にねアクセスしやすくなりました。あとは恐竜たちにこれを壊されないことを祈るばかりだ。石製だからな、大丈夫だと思うんだけどな。とりあえずこんな感じでアクセスしやすくなったから、水なんかもねすぐに汲めると、まあ恐竜の糞まみれの水かもしれぬが、この世界においてまあね、何より大事と言っても過言ではない水ですから。いやー、よかったよかった、なんとかここまで来れて本当によかったいやー、じゃあようやくこの辺にジュラシックパークを建築していける感じだったな。あとテームとね、よし、どんどんやっていこうどうなってんのこれ、何やってんのこの人たち、みんな見えた？ここにさデックスとさアルファカルノいるんだけど、どこ行ったかなと思ってたらこんなとこいたんだけど、ちょっとほんと見出すのさえ難しいところにいるんだけど、えれえところ行ったな。テームもできないじゃんそんな、やるしかないじゃん。まったくもうほんとはしゃぎすぎだなこれは。えいえい、よし帰ろ帰ろ、ちょっかいかけたから。やつら仲間割れしないかこれで、仲間割れはしてないかいくらなんでもわけわかんないようになってるよなこれ。何やってんだかあ、こっちのコケが当たるぞこれ、これ当たってる当たってる、倒せるんじゃないこれ、向こう攻撃してこないし。あ、いいね、駆除しよう駆除。あまりにもハマりすぎてむしろ自ら命を落としたくなってる可能性あるねこれは。インド渡してやるよこれは、ほんとさすがにどうしようもできないもんな、かわいそうになってきてるわ。お疲れさん、イカラスやっちまえはははは、滅ぼした、なんなら見た物、お疲れさん。いやー、こんなところにいたんじゃな、テームもできんからな、テームしたところで脱出できないから。いや、ほんとお疲れさん。あとはカルノか、カルノタウスか、これ攻撃当たんのかな。あー、カルノもこれ反撃してこねえわ完全にはまり込んじゃってる。もうほんとさ、君たちはそういうとこ入っちゃうから、猫じゃないんだからさ、ダメだよそんな狭いところ入っちゃ。インド渡すよ君にも、来世で頑張れ。なんかアルファカルノから翼が生えてるみたいになってるな写真撮影会だこうなりゃ。よし倒した、お疲れ様。いやー、体力はすごかったな。やっぱ悲しいなこれ、悲しい感じになってるな。写真に収めておこう君の姿を。えらいことなってんなあれ、どうなってるんあれ。アロサウルスだよね多分、あんだけ群れになってんの。ちょっとイカロスの体で見にくいけれども、いすぎだな、いすぎだなあれ、どう考えてもどうしようかな。あれこれあれだ、引っかかってるタイプだなはははは、やっちゃってるね。そうか、じゃあ周りの残党どもをちょっと引き連れて、ここ安全地帯にしてから奴らをやってみるか。